はい、こんにちは、さきこです。今日やっていくのはこちら、うるさんのあなたがいることでやっていきたいと思います。この曲ね、ちょっと本当に爆ムズです。もう最初に言ってきます、爆ムズです。はい、何が難しいってね、なんかさ、ピッチの変動がやばいの、この曲なんかすごいの、本当にすごいんですよ。だからさ、本当に見てもらいたい、見て死ぬかと思ったマジで3秒に1回止めてさ、確認するみたいな作業をね、なんか鬼のように繰り返してね、やっとね、この解説シート出来上がりました。皆さん本当に死ぬかと思った。なんかさ、本当にやばいね、びっくりした。もう歌うのも結構大変で、まあ何が大変かっていうとね、絶妙な高さなの。だからそこら辺が結構大変に感じる人多いんじゃないかなって思うんですけど、頑張って解説していきますので、よかったら最後まで見てってください。じゃあね、早速 A メロからやっていきます。どうぞ。どんな言葉で今あなたに伝えられるだろう。不器用な僕だけど、ちゃんとあなたに届くように、明日が見えなくなって、信じることが怖くなって、過去を悔やんでは責めたりもしたけれど、僕を愛し続けてくれた人。はい、Aメロはこんな感じです。もうね、ほとんど緑色です。すごい優しいブレッシーな声で彼女は歌い上げております。はい、でしゃくりから入っていきます。ドドこのしゃくりから入ってて、どんな言葉で、こういう感じでスラッシュのところね、切りながら進んでいきます。今あなたにな、しゃくるに、ちょっとビブラート。伝えられる。こういう感じで下から取って、るで上から取ります。で、切ったら、だろう、ろう、1個2個で音取ります。で、次ね、不器用な、こういう感じ。最初もまたね、しゃくりながらスタートです。不器用な、ここね、トロントロンってなります。ウォー、ウォー。音程わかんない人は、音3つで取るとかがいいかな。ワン、ツー、スリー。3つで取ります。僕だけと、僕しゃくるだけ、け、裏声入ります。けど、ちゃんとあなたに、あなたに、に、あなたに、音2つ、届くように、ように、をのところでね、トロンって揺らします。はい、で次もね、ブレッシュな感じでいきます。明日が見えなくなって、こういう感じ、ピッチの変動入るよ。信じることが怖くなって、こういう感じで、こでね、裏返します。信じることが怖くなって、なあってって感じ。なあって、で、最後2つで取ります。過去を、を、また揺らすよ。過去を悔やんでは、は、一個二個。責めたりもしたけれど、もっと、他のところでシャクルセーブ入ってきます。で、最後、どー、ここね、どー、どー、ほ、ほ、この音に落ちていきます。で、次、僕を、僕、ちょっとね、音を絞る感じで、僕を愛し、こういう感じ、僕を愛し、シャクル、続けて、ピッチの変動あるよ。続けてくれた人、ビブラートでサビに行きます。もしも明日世界が終わっても、会えない日々が続いたとしても、僕はずっとあなたを思うよ。あの日僕にくれたあなたの笑顔が、生きる力と勇気をくれたんだ。星が見えない孤独な夜でも、あなたがいる、ただそれだけで強い。
い、こんな感じです。もしもピッチの変動がね、4連発になります。もしも明日しゃくる、世界が終わっても、世界がしゃくる、世界が終わっても、N 入ってもでビブラートです。で次、会えないしゃくる、会えない日々が続くピッチの変動いっぱいある、会えない日々が続く、こういう感じ。カクカクって落ちるとこと、滑らかにね変化をしていくところ、使い分けられると本人っぽくなるかな。続いたとしても、しても揺らすでもいいし、ワン、ツー、スリーで音取るでもいいです。もうビブラート、僕はずっとしゃくる、あなたを思う、ピッチの変動聞こえたかな、あなたを思うよビブラート、あの日僕にここもそうだよ、みんな忙しいよ、あの日僕に、下から撮ったと思ったら今度上から撮って、今度2つで撮ってみたいなね、もうあの日僕に、こういう感じでピッチの変動していきます。くれたシャクル、あなたの笑顔が、ここでエッジボイスかけて、あなたの笑顔が、上から撮って今度下から撮って、最後ビブラート、生きるシャクって、力、チはね、チって言わないで、チ、このね空気の音で大丈夫。力という勇気、高い音は裏声にします。でその時にうじゃなくて、う、勇気をすぐ2個で取るよ。遅れたんだ、レシャクってたんだ、だ、ワン、ツー、ビブラート、星が見えない、音二つでビブラート、孤独な、裏声、孤独な夜でも、ワン、ツー、スリー、揺らします、あなたがいる、こういう感じで、あの音ね、エッジにかけて、最後ビブラート、で次、ただそれ、シャクル、だ、音二つ、けて、シャクって落ちる、で、でビブラート、強くなれる、最後に優しい声で締めます。でピッチの変動ね、強くなれる、こういう感じです。ピッチの変動ばっかです。ということで、はい、以上、あなたがいることでバイウルでした。はい、大変、なんか楽曲を聴いた時はなんかそんなに難しい曲じゃないと思ったのだけどさ、ピッチの変動えぐくて、キーも高いところをねツン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 ついてくる感じなので、すごいねこれ大変かもしれないけど、でも焦らないでね、ゆっくり練習して、ぜひね、ウルさんのように素敵に皆さんも歌い上げてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。現在私のホームページではレッスンの受付をしております。下の概要欄から飛べますので、よかったらねそちら飛んでもらってお問い合わせいただければというふうに思います。はい、で今日ご紹介した解説シートはノートというサイトから全部無料で見ることができますので、練習によかったら皆さん使ってみてください。そちらも下の概要欄からも飛べますし、更新情報もツイッターからお知らせしてますのでチェックしてみてください。はい、じゃあ今日はこちらでおしまい。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。